司会、お疲れ様でした。お疲れ様。ふぅ。すごい数の方が来てくれましたね。中には何回も来てくれた人もいました。何回も来てくれることをループというのだと教えてもらいました。へえ、私のところにも何度も来た人がいたよ。どうしてそんなに来るのかな。きっとひなさんのことが大好きなんだと思いますよ。ひなさんもさよさんとは何度お話ししても楽しいですよね。それと同じです。ああ、そう言われたらなんとなく分かったかも。ねえねえ、ネットにもたくさん感想が上がってるよ。なになに？まやちゃんが本当に音楽オタクでびっくりした。趣味が合いそう、友達になりたい。嬉しいです。イブちゃん、スタイルが良くて色が白くて本当に天使みたいだった。ますます憧れた。だって、そこまで言われるとちょっぴり照れちゃいます。さすが、元モデルなこともあってイブちゃんには女の子のファンが多いのね。瀬戸ちゃんのことも書いてあるよ。優等生の列だったけど、洋服とか服の小物とかに気づいてくれてすごく嬉しかった。さすがすぎる。だって、ファンになりましたって言ったら、今までは違ったんですかって言われてときめいてしまった。ずるいともあります。千里さん、うまいですね。私の衣装のイメージに合わせて黄色いお花のアクセサリーをつけてくれてる人がいたから声をかけてみたの。千里さん、よく見ていますね。私も次はアクセサリーに注目してみます。ひなさんについての感想もありますよ。地方から会いに来たと言ったら、なんでって言われた。独特な返しだけど、それが面白かった。ひなちゃんはテレビで見たまんまの独特で不思議な子だった。あの感じが癖になりそうだそうです。ひなちゃんの発言がよくわからないけど、その感じが面白くて好きってみんな言ってるね。そういえばさ、今日ね、あやちゃんみたいな人が来たんだよ。私？どういうこと？私の前まで来てね。ずっと黙ってたの。どうしたのかなって思ったら、緊張で言うことが飛んじゃったって。あわあわした感じとかすっごくあやちゃんに似ててさ、ちょっと笑っちゃった。私もあゆみさんとお話しした時は緊張でパニクっちゃったっけ。あて、ひなちゃんが特殊なの。ひなちゃんみたいな人他にいないって。他に？あ、そう、それだよ。あ、どうしたの急に。今日ね、すっごく楽しかったの。たくさんの私じゃない人たちと話せて、でも途中からなんかもやみたいな感じになってよくわからなかったんだけど、今のあやちゃんの言葉でわかったの。つまり？なんかね、話してて、あやちゃんに似てるなーって人がいたりね。他にも、いろんな人がいてね。でも、私みたいな人はいなかったの。私は、私と違う人たちを楽しむために、お渡し会をやってみたけど、その通りだったの。私は一人しかいないんだよ。イブちゃん、今ので、わかった？わかりませんでした。萌えさん、お願いします。自分が噛み砕けた範囲ですが、ひなさんの存在が唯一無二だってことでしょうか。あれだけたくさんの人がいる中で、ひなさんと同じタイプの人間が一人もいなかった。それがひなさんを何とも言えない気持ちにさせたってことですかね。そうそう、そういうこと。みんな私のこと不思議って言ってたけど、私からしたらみんなの方が不思議だし、私が不思議ってことにはみんな同意するけど、私がファンの人たちを不思議がることには誰も同意しないじゃん。そういうのなんでだろうって思ったんだけど、結論は私じゃないからなんだよね。ひなちゃん、たまに入部希望者が来たりするんだけどさ、
こないだなんて見学するだけして私のことよくわかんないからって断って帰っちゃったの。まあひなちゃんが相手ならそうなるかもしれないわね。それ前にお姉ちゃんにも言われたな。っていうかさ、見学の人私のことよくわかんないって言ってたけど、私だって他人のことなんかわかんないよ。誰のことも理解できないし、誰からも理解されない。天才ってそういうものなのね。お渡し会に対する考え方も独特ですが、自分はそういう視点を持っているひなさんが素晴らしいと思います。唯一無二、かっこいいです。私もそう思う。ひなちゃんの考えって私じゃ思いつかないことばっかりだもん。誰も私と一緒じゃない、だから面白いんだよね。やっぱり他人って最高に面白いな。私今日お渡し会できてよかったよ。それならよかったわ。ひなちゃんのように誰のことも理解できず、誰からも理解されなかったら、そんな状況、私なら、どうかしら。